赤巻紙、青巻紙、黄巻紙、甘紙、やっていきます。ドン、ゴー。続きが最近、今現実世界が11月23日なんですけど、寒くなってきましたね。今日一気に寒くなってた。昨日土砂降りが来てて、なんかツイッターのトレンドにも低気圧、爆弾低気圧っていうのがツイッタートレンド入ってて、冷え込んできましたね、それ以来。昨日から今日昼も寒かったわ。うわ、今朝も寒いな。あ、あそこにいるのは森島先輩だ。森島先輩また来た。強制森島先輩イベント。あ、男子が寄ってった。てんてんてん。やっぱりモテるんだな、憧れの先輩。少しは話せるようになったけど、これ以上は難しそうだよな。学校に行こう。俺別に森島先輩こと好きじゃないんだけど正直どうでもいいかな、森島先輩は。今のところ俺の中では、七咲さやちゃん、名前忘れた、幼馴染のあの子、なんか茶道部に入ってるあの子、幼馴染ちゃんが来てるかな。なんこれ、花町は最下位です俺の中で。花町だけはないかな。花町はマジ論外だわ。ああいう風に誰にでも、男誰にでもなんかまるで好意があるかのような態度を取る人間はもう大嫌い。そういう女は嫌いです。そうやって男を騙して傷つける、最低なやつですよ。なんかこれしか選べないんだけど、あ、リホコだ、リホコ。あれ、これ誰も選べなくね。ん、七崎は、あれ選べないんだが、ん、何選べばいいんだ、あれ誰もいけなくね。行けるルートがない件について、なんで誰も行けない。あれ、こういう時って時間進めるしかないんか。あ、強制イベント来た。え、なんか何もできなかった。強制イベント、いてててて、サッカーで張り切って転んでしまうとはついてないな。ふう、手についたドロー、あーらおっと。じゃあ、うわ、冷たい。あ、ハンカチは制服の中だ。なんだかな、やりあれだな。あれは森島先輩、森島先輩。うん、手を洗う姿も様になるな。あれ、さっきちょっと男子に囲まれてて、やっぱ俺には遠い存在なのかって思ってた森島先輩が目の前にいます。可愛いタオルを取り出して、え、あ、あのタオルって羽馬くんタオルじゃないか。先輩も好きなんだ。あ、なんか好きな漫画共通してたもんな。ミアもグッズ集めに夢中になってるし人気あるんだな。あ、行っちゃった、僕戻ろう。こうして体育終わりの森島先輩を見かけた。あれ、なんか森島先輩に行く感じになってるんだけど、何これ。俺別に森島先輩行きたくないんだけど。あれ、また誰も選べないやつだこれ。時を進めるしかないか。マジ種馬くんてか種馬くんってやばくないか種付け馬ですか、はあ、今日もあっという間の一日だったよな。こう、たまにはドーンと印象に残るようなことがあると。お兄ちゃん、みゃー、あ、みゃー、うわ、この坂道を全力で駆け下りてきたりしたら止まれるわけが。何やってんのみゃー。だよな何やってんだ。このままじゃまずいよな。僕がどうにかするしかないのか。みゃー、よし、ミア来い。俺がこの体で受け止めてあげる。おいで、ミア。僕が受け止め。あ、これまさか、これ、あのトラブルやエロい系の漫画でよく見るあのラッキースケパターン？バカ、そこまで、そこでつまずくのか。止まれない。うわー、来るか、来るか、ラッキースケベ来いこれ、うっ。お兄ちゃん。うーん、来い。あれあれあれ、失敗失敗。
あれお前な。でもお兄ちゃんがいてよかったよ。このあれマジシーン移り変わって画面にドーンとミアのパンツが見えているシーンが映るんかなと思ったけど全然違かった。直立してて草。そうだそう、もっと気をつけないと危ないじゃないか先輩。うおこの声は長崎だ。いや大丈夫じゃ。えうわー奈良崎今日なんかダウンコート着てるんだけど。あ奈良崎か。あ愛ちゃん奈良崎今日も会えてよかった。放課後に奇跡の遭遇奈良崎。やっぱり俺たち赤い運命の糸で繋がれてるよ。奈良崎分かってる分かってる。奈良崎の BGM マジでいいよな。そっか二人はクラスメイトなんだっけ。このちょっとクリスマスっぽい感じの切なおとなしめの曲好きだわ。だったらこうして3人で会うのは初めてなんだし、改めて挨拶しておいた方がいいよな。お兄ちゃん、どうかしたの？いや、その、七崎。あ、はい。改めて紹介するよ、僕の妹のミアだよ。え？おい？いつも妹がお世話になってると思うけど、これからもよろしくな。こちらこそ。うん。ちょっと、お兄ちゃん、ミアたちクラスメイトなんだから、そんなことしなくたって。いや、ミア。よく考えろ。俺は将来奈良崎と結婚するから、まあ、将来的にはお前の妹になるのかな。え、同い年だから、まあ、姉妹になるわけよ。義理の姉妹に俺が結婚するからね奈良崎と。そういうことや奈良崎、結婚してくれ俺と。そうだ、もしよかったら奈良崎も途中まで一緒に帰らないか。おお、誘ってしまった奈良崎を。ミヤもそれでいいよな。帰り道一緒に帰ろうよ。ほらミヤもこう言ってることだしさ、これ断れないやつだね。いい流れ来てるよ。おお、なんか猫来た。猫まで行った。それじゃあ行こうか。奈良崎ルートが進んできてる。来てるね奈良崎ルート、いいね。あ奈良崎、そういえばさ、はい、ほらこの間僕の額に落書きがされていたことがあっただろ。ありましたね。あの犯人って実はミヤだったんだ。そうなんよ、あいつがな。何もしないとお兄ちゃん福引きに行くの忘れそうなんだもん。忘れないけどな。仕方ない。七崎まで。うわー何この仲いい感じ。ちょっといい感じだな。二人してこれかよ、それかよ。うわ。すみません。なんか仲のいい三人のこの感じ良くない？いやその笑い方はやめろってば。いいんだもん。これいいね。これ俺好きだわこの三人で一緒にいるの。いやもう行っちゃうの、うん、バイバイ。めちゃくちゃ青春って感じだな。女の子2人と一緒に帰り道を歩く、はい、その中の1人は心から好きな人、あでもう1人は最愛の妹、最愛の妹と好きな人と一緒に帰る、そんな贅沢な帰り道いいですね。いいな、めちゃくちゃいいな。最高の青春じゃんこんなの。ねえニーニー、なんだ。愛ちゃんっていい子でしょ。いやマジでいい子よ、いい子いい子、超大好きだもん。ちょっとそっけないところもあるけどさ、もしかしてん、もしかしてさニーニー、愛ちゃんに気があったりして。パバレてる。え、そんなことは別に隠さなくたっていいよ。妹にはバレるわな、好きな気持ち。お前なあるのないの、どっちなの。うん、それあるよミア、うんうん、あるよ。ようやく勇気になった。いやミアの声かわいい、勝手に言ってろ。おー、置いてかないでよ。バレてるわ、俺の好きな気持ちミアにバレてるわ。いやバレるよな、こんだけ好きっていう態度を示していたら。なんかさ、好きな気持ちってバレた方がいいのかな。好きバレするかしないかってさ、難しい問題だよな。もし学校とか職場とかで好きな人ができたら、その人を自分のものにしたいときに、この自分の好きって気持ちを相手に分からせた方がいいのか、それとも隠した方がいいのか。やっぱ分かってもらった方が向こうもこっちのことをどんどん気になってきて、そっから両思いになるよみたいな流れっていった方がいいのか、それともやっぱ隠したまま惹かれないようにするというか。え、なんか桜井涼子のレベルが変化した。知り合い、あ、知り合いになっちゃった。仲のいい友達だったのに知り合いになっちゃった。悪い方向に行ってるってことだよなこれ。やべえ、リホコ放置してたからだ。放置しすぎちゃったリホコ。はは、知り合いになっちゃったわ。おお、森島先輩も知り合いになっちゃった。いや
やばい、七崎に行き過ぎて他の人がどんどん疎遠になってきてる。まあええか、七崎がいれば俺はそれでいいや。いいよな、これで、これでいい、大丈夫。全員が手に入るなんて都合のいいことはないんだから、本当に大事な人をね、大事にすることがマジで大事だと思う。現実でも天神でも、あ、これってマジで真理じゃない。本当に大切な人を大切にしたいんだったら、ある程度の他のことは捨てなきゃいけないと思うんですよ。わ、それめっちゃ思うんですよね、最近。全部を大事にするとか無理なんですよ。だって、そういうのって綺麗事だとか言うけど、自分の本当に大事にしたい人以外は、何人かは切り捨てなきゃいけないと俺は思う。だってさ、人間だってさ、環境とかさ、破壊してるわけじゃん。環境を破壊して、まあ、動植物を殺して生きてるわけですよ。だから自分がうまくやっていくためには大事なものをいくつか捨てなきゃいけないんですよ。そう、つまり俺はそれで森島先輩とリホコを捨ててしまいました。いや仕方ない、これは仕方ない。大事な人を守るため、梅原の机に落書きするにしては、梅原の机に落書きをするにしてはちょっと早起きしすぎたかな。けどラブレターはこちらへって、下駄箱に落書きされた仕返しのためだ。よし待ってろよ梅原。あれ、おお、あー、これめっちゃ可愛い。よく見たらこの黄色いダウンコートにこの短いスカートっていう、この服装たまんないっすね。いい服装してるな七崎。あ、向こうも気づいたみたいだぞ。声でもかけてみるとするか。おい七崎、可愛い、可愛すぎる。なんか様子おかしいな。どうした？おはよう。あれ、どうしたんだ？今日は元気ないじゃないか。元気ないね。それはどうしたの？さっき悩みでもあるのか？どうしたん？話聞こか。先輩がむくり。みんながこっちを。え、あ、あれ、あ、ごめん。俺ってもしかして学校で嫌われてる系のやつ？俺と話したら恥ずかしい。俺と話してるの見られたらちょっと恥ずかしいやつか。そうか、朝からこんなに大声で話してたらさすがにみんな見るよな。ところで先輩、どうした？ん？先輩っていつもこの時間に登校してるんですか？ああ、普段はあまり見かけないもので。いや今日は特別だよ。うん、日直とかですか？違う違う、梅原の机に落書きをしてやるつもりなんだ。え？寒くて今日滑舌が回んね。それでどうせなら対策にしようと思って早く起きたんだよ。落書きの対策ですか？そう、ははは、そうそう。なるほど。あ、笑顔かわいい。え、あの先輩のクラス、マガイ先輩って毎回笑うんだけど。あ、2年 A 組だよ。2の A。 おお、なんか俺に興味持ってくれてる。俺のクラス聞いてきた。え、何が分かったんだよ。え、なんでもありません。なに、長崎、なに、どうした？俺のクラス聞いて何するつもり？私の下駄箱はこっちですので。七崎、ちょっと七崎、どういうつもり？俺のクラス聞いて俺の机に落書きする気じゃないだろうな。いや、そんなわけないだろ。お前アホか。お前好意寄せてるからクラス聞いてんだよ。分かれ、まがい。まさかな。でもさっき僕の投稿時間を確認してたし、まあやられたらやられたでいいか。いや、え、そういうこと？俺の机に落書きしに来ようとしてんの？そういうこと？え、奈良崎、もしかしてやんちゃな子？そういうことなの？クラス聞いて投稿時間確認したのもそういうこと？念入りに俺の机に落書きしようとしてるな。奈良崎、行きます。リホコとか森島先輩とか触れた方がいいのかな。いやけどな、大事な人を本当に自分のものにしたいなら他のものはある程度捨てないといけない。だから俺は七崎に行く。昨日宮の部屋から面白そうな漫画を借りてきたけど、これはかなり過激だな。てんてんてん。おお、これは際どい。こんなものを宮が読んでいてもいいのか。宮何読んでんの？うわー、七崎バタったね。うわあ、あ、七崎か。急だったからちょっと驚いただけだよ。急に目の前に現れたの。そうですか。ははは、ああ、そうね。あ、宮からこっそり借りてきた漫画を読んでたんだよ。それ、借りて
きたって言うんですか。ミアには内緒で頼む。はい。二人だけの秘密。ところで七崎はどうして屋上に。私はなんとなく。おお、奇遇だな、こんなところで会うなんて。俺たちもしかして運命。てんてんてん。うん、なんだかまがま、やべえ、俺のコミュ障出てるんだけど。1対1で女の子とうまく話せない俺の特性がマガイにも反映されてるわ。やっべえ、間が生まれる。無言の時間気まず。何一つそう、だからさ、俺さ、現実世界のタイプも向こうがペラペラ喋ってくれる感じの子が好きなんですよ。明るくてちょっとわがままな感じの、向こうが喋ってくれる人がいい、俺が話せないから。うん、いいよ。妹って先輩にとってどんな存在ですか。お、妹か、なんでそこ聞いてくるんだ。どんな存在か、そうだな、うまく言えないけど、僕が障子ならミヤは猫って感じかもしれないな。どういうことや、障子と猫どういうことや。うん、障子って猫に穴を開けられたり爪を尖れたりするじゃないか。あー、ちょっとあの、だからってわけじゃないけど、僕としては妹じゃなくて弟がいたらいいななんて思う時もあるよ。ちょっと迷惑かけられる存在というかね、頼られたり迷惑 かけられたり、まあ、可愛い存在ですよ。うん、弟だったら漫画の貸し借りとかできて便利そうだしね。あ、そうかもしれませんね。だろ、ちょっとエッチな漫画とかもね。そんなん兄弟で貸し借りしないだろ。どうかした。私も妹がいたら洋服の貸し借りができるのにな。妹いないのか、一人っ子か、七崎は。あ、ねえ七崎、今度漫画の貸し借りでもしようか。七崎、これ需要と供給でしょ。お互いに漫画の貸し借りしたいって思ってるってことは、俺たち同士でやればいいんよ。ああ、安心して、女の子でもちゃんと楽しめるものを持ってくるからさ。もちろんエロ漫画は持っていきませんと。あ、漫画なんて興味ないか。いえ、そんなことないです。愛しろ21。私もお気に入りのものを持ってきますね。あのクソ女な、俺の愛しろ21をパクったクソ女。名前一緒なんだよな。ガチで俺、愛っていう名前の女にアイシールド21貸したことあって、今でも帰ってきてません。2年間ずっともう連絡取れません。仮パクされたことがありました。戻らないといけませんね、この七崎愛って一緒の名前。うん、それじゃあ漫画の話はまた今度で。マジで死ね、昔の女死んでくれ、マジ嫌いだわあの女。もう思い出してしまった、愛っていう名前の女嫌いになってしまったわ、あのアイシールド21事件のせいで。妹か、ミアもう七崎くらい落ち着いてくれたらいいんだけどな。あ、でもそれはそれで少し寂しいか。てんてんてん。おっと、こんなこと考えてる場合じゃない、僕も急いで戻らないと。いや、やばい、ちょっと、うわ、マジでクソだな、クソだわ、思い出してしまった、思い出してしまった。ゴミ女め、あー、七崎しか選べなくなっちゃった。やばい、もう森島先輩とか選ぶことすらできなくなっちゃってる。もう全部選べないもん、行動選択できません。あー、森島先輩と疎遠になっちゃったな。まあええわ、俺大事な人を一人の大事な人を大事にできればいいから、それだけでいいよ。すみません、先輩、あ、ちょっといいですか。またあったね、七崎。もう俺七崎だけでいいよ、お前と毎日話をしたい。え、あー、七崎か。今お時間ってありますか。うん、少しお話がしたいんですけれども。え、いいよ。うん、どうしようかな。もちろん大丈夫だよ。うん、大丈夫だよ。はい。てかさ、今まで俺が話しかけてたのに向こうから来てくれたね、今回。あ、どうせ暇だからな。来てくれましたね、向こうから。ちょっとここは俺の恋愛マスターとしての腕の見せ所ですね。まあ、現実世界でうまくいかないけど、ゲームの世界でぐらいはうまくいかせてみせますよ。運動です。ほらね、来た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 。やっぱ七崎は運動好きなんよ。プール、あ、水泳部入ってるし。腕立て伏せはどのくらいできる。私ですか。うん、いや、恋愛マスターだから。恋愛マスターですよ。今までやったことがありませんから。そっかー、この4年間まともに彼女できたことないけど、恋愛マスターです。運動行って、じゃあ次。これ好感度上がってきてるから、そろそろエッチいけると思う。そろそろいける。ここは一歩踏み込んでみよう。いきます、
いや違う、エッチは違う。俺性欲で七崎のことを好きになってるんじゃない。俺は恋愛なんだ。恋愛貸してくれ。来たー、通った。罰いかんかった、通った。あのさ、七崎って今までに誰かと付き合ったことってあるのか。ありません。あ、そうなんだ。付き、おお。ってことはつまり、ああすごいすごい真面目な考え方してる。あはは、なるほどね。あ、ミッドになった。ちょっと下がっちゃった。世間話×運動×って出てるんだけど、これ頻度与えられてるんだけど。いや、まあ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 、恋愛の話できた。エッチは絶対ダメだよな。食べ物いっとこう、食べ物。まあ食欲出るよな、冬って。なんか夏ってさ、夏バテとかで食べ物の食欲って減るけど、冬ってめっちゃ食べません？冬って食欲無限になるよな。七崎の好きな飲み物って何？スポーツドリンクやミネラルウォーターですね。さっぱりした飲み物が好き。あー、そうなんだ。じゃあお茶なんかも。俺もそうだわ、俺もさっぱりしたのが好き。水好きだし、水とかお茶好き。はは、なるほどね。はい、になった。よし。行動って、これってさ、この上に表示されてるやつって、言っていいやつなのか？それとも、もう言ったらダメなやつなのか？これどっちなの？コメント欄に有識者いない？甘神マスターいませんか？これって行動選んでいいの？甘神マスターいませんか？これって、でもコメント欄とかに頼ったらダメかな？頼りたい。違う？あ、やっぱ違う？やっぱ選んだらダメ？じゃあ、なあ、いやー、どうしよう。運動つけっぱなしダメだったじゃん。あ、それはもう選択できないやつ。あ、そうなんだ。じゃあ選ばんとこ。なるほどね。おしゃれとかどうなんだろうな。なんか七崎ってあんまり、その男の目とか気にしないから、おしゃれ興味ないと思うんだよな。だから、勉強の話、どうだろう。勉強微妙だよな。食べ物もう一回行こう。よし、通った。あぶねえ、いけた。七崎はインスタント食品は食べる方？いえ、それほどは。インスタント食品は栄養が偏るんで。あ、わかるー。俺、カレー飯しか食わんわ。めったに。カップラーメンとかあんま食わないんすよね。カレー飯しか食わん。まあ、全然好きなんだけど、体に悪い気がして。いや、最近思うんだけど、健康って財産だと思うよ。どんなにお金があって、もう裕福な生活を送れる金があっても、結局、病気だったら意味がないんですよ。だからね、将来に、だって病気になったら結局、医療費がかかるわけじゃん。医療費にお金使うくらいなら、今のうちに食費にお金を当てて、その、金の使い方をね、せっかくだし、美味しいものを食べて、健康に過ごすべきだと思うんですよ。最近はそう思う。ごめん。甘神の話からまた逸れちゃった。OK か、これで。これで、最後に行動、アタックいけるくない？待って、この上に光ってる、この上に光ってる虹色と、この下に光ってる虹色、合致してる。つまり、アタックいかせてくれー。いやー、来たー、来た来た。 BGM が消えた。うん、なんだか、いい雰囲気になってきたぞ。うわ、来た、いかん。よし、これを機に、七崎にいろいろ聞いてみるとするか。来たー、やっと、やっと初めて通った。あのさ、七崎。はい。七崎とはよく校舎裏で会うけど、ここで一体何をしてるんだ？何と言われましても。うん。うん。てん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 。では、そういう先輩こそ、校舎裏に来て一体何をしてるんです？あ、それは。もしかして言えないようなことですか？あ、いや、そうじゃなくて、俺がここに来る理由。覗きとかなんて。覗きって、いや、ちゃうわ。違うよ。覗きなわけないやろ。だからあれは階段の下から覗こうとしたんじゃなくて、あ、そうだった。俺、そういえば七崎との最初の出会い、階段の下からこいつのパンツ見ちゃったんだよな。そういえばそんな出会いだったな。いや、それで俺、覗き魔だと思われてたの。違うから。七崎、信じてくれよ。マジで違うから。あれは猫追いかけてきただけだから。仕方ないですね。よかった、信じて。先輩。え？え？え？
別スカートめくってるんだけど、な、なんだっけ、これはどういう先輩、家族よりもこっちの方がよく見えパンツ見せてくれてるんだけど、お前そんな感じの子じゃなかったじゃん、なんだっけ。いやでもそれは、そう、そんなこと言われても女の子の下着を間近で見るなんて、でもこんなチャンスは二度とないかもしれないし、見るべきか見ないべきか、僕はどうすれば、見るべきか見ないべきか、うわー、我慢できるわけないだろう、見る、我慢できるわけない、冗談じゃなくよく見てください、もう見るしかねえ、んーどらー、え、こうして自分でめくっているのを見るとなんだかやらしく、あれこれってもしかして、え、あ、水着なのか、いや水着でもいい、下着とか水着とか関係ない、そんなん関係ない、関係ないです、正直関係ないです。あのさ、女子ってさ、スパッツなら見られても大丈夫でしょみたいな考え方持ってるけど、あのスパッツでも水着でもエロいです。本当にありがとうございました。お前何も分かってないな。それじゃあ、あの時の黒い下着ももしかして、え、この水着です、あのさー、もうやっぱり覗いてたんじゃないですか、水着でも下着でも一緒だから、一緒です。なこれなら別に、こんなスカートめくってさ、パンツじゃなかったら大丈夫よみたいな感じで水着見せてきてるけど、いやむしろそっちの方がエロいまであるよな。なんすっけ、お前バカなのか、だからあれは誤解なんだよ、僕は覗きなんて、てか水着ってほぼパンツだしな。そのこう面積的にさ考えて、パンツでも水着でも見えてる太ももの面積一緒だし。こいつアホなのか。そっかありがとう。それと、まあ、そういうところも可愛いな。え？自分で聞いておいて忘れたんですか？私が校舎裏にいるっていう？あ。もうお分かりだと思いますけど。私水泳部なんです。ああ水泳部。そっか、水泳部の部室って確か。校舎裏、ね。ああだから校舎裏にいるのね。こうして下に水着を着てるのは、うん、着替えの手間を省くためなの。なるほどな。なるほどね。今納得できたみたいですね。だから校舎裏によくいるわけね。すごく納得したよ。それと最後にもう一つ。うん？先輩って結構単純なんですね。スカートの中を食い入るようにところ。やべ。結構可愛かったですよ。やべ。もう叫びながら食い入るように見てたよ。叫びながら見てて。私はこれで。おお。今後はもう覗きなんてしないでくださいね。な。では。いや、アホの子だな、七崎。お前、男がさ、水着そういう風に見せられたらさ、興奮しないわけないだろう。下着だからとか関係ないよ。信じてくれたんじゃなかったのか。安心させといて最後に落とすなんてひどいよ。でそれにしても、まさか去年まで中学、こいつロリコンじゃないか、ロリコンやんけ、去年まで中学生だったこの下着を、あ、水着を見てるなんて、あ、見てドキドキするなんて、まったく僕ってやつは、ロリコンやんけ。マガイ君ロリコンやないかい。去年まで中学生だったこの水着。まあでもああいう風にさ、スカートパッてめくられて、スカートの中見せられたらそりゃドキドキするよ。それは仕方ないよ。では七崎ルートどんどん進めていきましょう。他の女の子に行けなくなっちゃったな。いや今日豊作だわ。すみません、マジ進んでいってるわ。先輩ちょっといいですか。また校舎裏だ。え、あ、七崎か。今お時間ってありますか。うん、少しお話がしたいんですけれど。また七崎から来てくれた。うん、どうしようかな。もちろん大丈夫だよ。うん、大丈夫だよ。あ、どうせ暇だからな。まあニートだしね、暇だよ。話そうよ七崎。うん、恋愛話いけるんじゃない。え、俺さ、今まで七崎のおしゃれに触れたことあんまなかったんよ。多分七崎っておしゃれ気にしないと思うんだよな。そのまあ気にしないっていうか、男の目はあんま気にしないから、そこまでおしゃれに気を使っていない。あ、でも通った、通ったわ。七崎、家ではどんな格好してるんだ。あー、家での格好とかね。出かける予定がなければ
中学のジャージを着ていたり、うん、中学のジャージってめちゃくちゃパジャマになるような、中学のジャージを、はい、動きやすくて便利ですか。わかるわその気持ち、俺もよくつけてるもん。高校時代の T シャツとか、あのクラス T シャツみたいなやつとかあるよな。高校時代のジャージとかね、めちゃくちゃ着てたわ。最近着てないけど、あ、それは確かにそうだよな。あれ恋愛運動埋まってる。残り一つ当てなきゃいけん。難しい。でも俺わかる、勉強。あー、勉強の話触れちゃダメだった。そういえばこんな話があるんだけど。まあいい。まあね、もう俺たちはね、スカートの中を見せ合った関係ですから。見せてもらった関係ですから。お、今回ヒントがある。このオレンジは食べ物のオレンジですよね。行きましょう。ヒントあると楽だわ。七崎の心の開き具合なんよ。ヒントがあるっていうことは、すなわち心開いてるからヒントを与えてくれるっていうこと。前に好きな飲み物の話を聞いたけど、苦手な飲み物はあるのか。苦手というほどではありませんが、炭酸飲料はあまり飲めない。あー、すっきりした飲み物が好きって言ってたもんな。炭酸系嫌いなのか。飲めなくはないんですが、強い炭酸があまり得意ではないので。おお、ははは、なるほどね。うん、よし、ここ大事。ここをハイに持っていければ次のターン行動いける。2択か、2つか。勉強か運動以外で2つ当てなきゃいけんのか。食べ物だと思うんだよな。食べ物だと思う。だって長崎、食べ物行こう、頼む。でダメだった。うわー、失敗した。うわー、いけんかった。好感度下がってもうたな。まあ今日得たものも大きいから。いや、おしゃれの日なのか、最近おしゃれの気分なのか、七崎。あー、ダメだー、失敗した。うまくいかない、恋愛って難しい。いや、むずいな。女の子の気持ちを察しとんのマジむずすぎなんだよな。先輩、そろそろ。ボラボラ、もうめちゃくちゃだよ。ではまたな。はい、失礼します。あ、失礼しますっていう言い方で去っていく。これさ、去り際のセリフもなんか毎回違ってて、だ、好感度低いときはでは失礼します、で、で、好感度高いときはまた話しましょうみたいなことを言って去ってくれるんよ。いやー、悔しい。さあ、放課後です。あれ、誰も行けないな、これ。誰も行けない件について。今日もスキップ？さて、そろそろ帰るか。いやー、まあ、でも結構七崎といい感じな気がする。ほら見て、七崎上に上がってきてる。これさ、この下が知り合いで、上が憧れなんですよ。これ知り合いからどんどん憧れへと、いいルートへと進んできてる。来ました。いや、来ました。わ、スカートの中、お、いい笑顔してる。わかる、わかっちゃう。いい笑顔でしょ。よっしゃー。いや、この調子で七崎ルート進めていきたいな。俺、七崎行きたいわ。他の人を捨ててでも七崎に行きたい。結構気持ちが七崎に偏ってきてる、気づかないうちに。いや、この調子で七崎進めていけたらいいな。ちょっとね、七崎ルートは進めていきたいと思います。あ、棚町とか一番嫌いだから。もうあいつは、まあ、嫌いだから。まあ話せる機会があったら話してやろうかなって感じかな。棚町はまあ。まあ行けたら行くって感じだわ。行けたら行くは行かないだから。うん。俺別に棚町のこと嫌いだから言っておきます。嫌いです。嫌いだけど話しかけちゃうだけですから。ほんと嫌いだから。OK。では、見てくれてありがとうございました。また明日行きたいと思います。